ハートありがとう。それではどんどん歌っていこうと思います。続きしたい。アカペラの続きするわアカペラの続きします。あ、更新 OK だった、よかった。皆様ぜひ星のあげと50カウントのご協力をよろしくお願いします。みんなさ、リオが歌うけさ、覚えてね、リオのパートリオのパートを覚えてね、よろしく。ハモリも覚えて。じゃあ続き歌うね。地球の上になります。これがリオのパートです。皆さんどうでしたか、リオのパート。どうだった、かっこいい、かっこよかった、嬉しいそうですよ、貴重ですよ。そうでね、絶妙な音とかもあるからね、難しいけどね、リオはハモリとかも得意なので楽しいです、こうやってやるの。てかさ、みんなさ、覚えてからさ、ファンの人同士でもさ、ハモってみてくださいハモってみて、ファン同士の、ファンの人同士でハモってからハッシュタグリュートツンツンで動画載せてほしいそう、ハッシュタグリュートツンツンで動画載せてそしたらリュウがチューしてあげます。キュー、うん、ファンの人同士でハモって、それ動画撮ったらハッシュタグリュートツンツンで載せてね。そうだよ、もうリオにチューしてもらえるなんてもうめったにないよたくさんギフト、コメント、星の居場所カット、ありがとうございます。まあお話し会でしてあげるよ、チューはあ、テロップ、ありがとう、教えてくれて。最終自己紹介してちょっと話してから次の曲いきます。 ST ホテル研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。そして今私は AKB48 グループ ×BIS レギュラーモデルオーディションのショールームイベントの決勝中です。このショールームイベントは最終的に一人の人が BIS のレギュラーモデル1年間就任することができます。今決勝中で、決勝ではランキング3位までに入らないと
最終審査に進めずに進めないです。で ST48 からは私岡村梨央一人だけが決勝に進めました。予選に参加した先輩方や研究生のメンバーの分も含めて背負って頑張りたいです。そして私は本当にビスのレギュラーモデルになりたいし、この決勝でランキング1位でフィニッシュして最終審査に進んでレギュラーモデルを勝ち取りたいです。そのためには皆さんのお力が本当に必要です。余っている星でもカウントだけでも大丈夫なので、ぜひ皆さん星投げと50カウントのご協力をよろしくお願いします。それにST48 を1位にしたいんです。もっともっと ST48 を音楽面だけじゃなくてこの雑誌も含めて世の中に広めていきたいし、リオは今中学2年生で時間の限りもあるし あるけど、その中でもみんなとこのリオツンルームのみんなと一緒にやっていきたいし、それがリオにできるならリオだってやりたいです。 ST48 をもっと広めていきたいし、今リオができることはもうがむしゃらに最終日まで頑張ることだけなので、本当に頑張ります。リオは絶対に諦めません。最後の最後まで走り抜けて本当に頑張りたいです。そしてこのビスのレギュラーモデル、これ本気です。本気でなりたいし決勝で1位になりたいです。もう嘘じゃなくて適当じゃなくて、もうとりあえずやっとこうかとかじゃなくて、本当にビスのレギュラーモデルになりたいし、決勝で1位になって ST48 を1位にしたいので、本当に皆さん応援をよろしくお願いします。モデルのリオ見ててください。もう予選の得点のビスの撮影めっちゃいいから、めっちゃいいから、めっちゃいいよ。だからもうみんな鼻血だから、もうみんな鼻血出るからね、知らないからね、みんな鼻血出るからねだから本当にもう一回ビスの撮影をやりたいし、1年間雑誌のレギュラーモデルになれることってめったにないし、本当にすごい、もうすごいところじゃないところなので、本当に皆さん星投げと50カウントのご協力をよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなで取ろう1位、みんなで取ろう1位。それではせーので言いますよ、みんなで団結して1位取るぞ。あーゴリオパワー、うほうほう。それでは歌っていきます。この歌楽しいな、最高。みんな今歌ってましたか？みんな掛け声とかやってた？かっこ言ってくれた？すごい！たくさんタワー、バリーさん、ありがとうね。みんな他にも多分タワーくださってて本当にありがとうございます。大好き。ギフトもたくさん、星投げも50カウントもコメントもありがとうございます。ありがとうございます。大好き。みんなで1位取りましょう。それでは次の曲に行きましょう。よし、
それでは次の曲いきましょう。皆さん、本当に高橋監督のご協力をよろしくお願いします。本気で1位になりたいです。それでは次の曲に行きます。この曲は皆さんに似合うねって言ってもらいました。 ST48 の独り言で語るくらいなら。あそこ綺麗に歌えるように頑張ります。もう40分だ。よし、それでは次の曲に行きます。次の曲いきます。やばい、喉が上がってるわ。下に下げて歌わないと。いきます。それでは聴いてください。 ST48 花は誰のもの。違う良さがありますよね。ですよね。みんなはどっちが好きですか？どっちが好きですか？さっきのアカペラと今歌った曲。15分だ。よし。よし。決まりました。今からの流れ。よし。それでは皆さん、今日最終枠最後に向けて盛り上がっていきましょう。皆さん、いくぞそれでは聞いてください。AKB48 さんの希望的リフレイン。
今日も朝から本当にありがとうございます。たくさんの星投げ、カウント、コメント、ギフトなどなど本当にいろんな形で応援してくださってありがとうございます。明日は最終日、前日ということで、明日からも皆さんぜひ最終日までよろしくお願いします。1位になりたいです。それでは最後の曲、盛り上がっていきましょう。聴いてください、 ST48 の下手に立ちよう。何が何だ
がね、もうあーなんですけどもすいません。もう今日も皆さん一日リオと頑張ってくれて本当にありがとうございます。たくさん星投げとかジャカンドとコメントとかあのねギフトとかタワーとか本当にありがとうございます。みんな寝不足ですよね本当に。リオよりも早くあの捨て星とかしなきゃいけないし、あの眠いと思うのにいつもリオのためにありがとうございます。ありがとう本当にたくさん本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。あと2日一緒に頑張ってほしいです。よろしくお願いします。リオは絶対にここで諦めないし、最後の最後まで皆さんと自分を信じて駆け抜けていきます。なので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。本当に皆さんの力が必要なのでぜひ星投げと50カウントのご協力をお願いしたいし、あの朝からぜひあのしんどいと思うけど朝から星投げと50カウントのご協力をよろしくお願いします。一人の人の星投げとか50カウントのポイントはあの小さいかもしれないけど、一人でも多くの方がしてくださることによってあの大きな大きな力になってあのすごいことになるので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、なので皆様一緒に言いましょう。一緒に団結して1位取るぞ。よろしくお願いします。リオのわがままになっちゃうし、なんかリオのねやりたいことを応援いつもしてくれるし、リオわがままだけど応援してほしいです。よろしくお願いします。本当にピースのレギュラーモデルになりたいです。よろしくお願いします。あ、もう59分になりました。もう本当にみんなあのリオあれやりたいこれやりたいばっかり言ってごめんなさい。ごめんなさいごめんなさい。ちょっとリオわがままなんですけど、でもやりたいし、でもやりたいんだリオはやりたいんだやりたいんだ。スクショしなきゃ。リオ